今回は1月12日のアップデートで武力上昇値34、速度上昇値増加と大幅な強化を受けた顧問竜さんを紹介していくで、計略の効果時間は17カウントです。突撃成功で兵力プラス 50%、 毒の総量は 40% くらいやから、突撃さえ決まれば計略中に撤退することはそうそうないのが強みやな。正気も計略と相性のいい突撃術があるし、今回の修正でパワー不足が改善されたからかなり楽しいカードになったと思うで、長い効果時間と兵力回復が強みやから特技の復活を生かす機会はあまりないし、おまけと割り切った方がええ感じがするね。それとこの計略、知力依存が 1.2 もあって、友軍長所と合わせると効果時間が20カウントを超えるからおすすめやよ。あと竜さんにとって厄介なのが槍兵やから、同じく効果時間が長い顧問尊か走破戦法との組み合わせに注目しとるで。
なたの病にはこのお札が一番です。ヌクロの命を糧にして極彩の花は咲き誇る。さよなら。ごめんよ。お前な。お前まさか。さよなら。さよなら。ごめんよ。頭を丸めねば。さよなら。兄者、兄者。いい武器だぜ。やられた。ごめんよ。いや、いや。さよなら。ごめんよ。ごめんよ。敵につくか。頭は冷えた。ムクロの命を糧にして極彩の花は咲き誇る。さよなら。どうしてあげましょうか。飛び散る赤は。あらよ。お前まさか。外れだよっと大当たり大当たり。ごめんよ。捕まえたぜ。この後の描いた通り。進め！大当たり！お前まさか！みんな手伝ってくれるかい？ブームブームブーム。
うぜ。天を知り地を制し勝利をこの手に。ご視聴ありがとうございました。長い時間突撃狙えるし兵力が減らんから使っててかなり楽しいカードやったしおすすめやよ。